皆さん、ただいまおはようございます。おはようございます。本日はですね、世間ではやっぱりコロナウイルスが流行りまくって自粛ムードだったりとか、あんまりこういいニュースが出回らなくなってきたんですけれども、やっぱり僕たちもどんどん活動していきたい、していきたい、おっさー外で思いっきり活動しようかなって、そこで思い立った行動がありまして、新潟県にはですね、日本一長い川があるんですよ。その川の名前がなんと白戸川という川がございます。この川はですね、日本で一番長くて367キロあるんですよ。その367キロを全部ゴミ拾いしていこうと思います。ゴミ拾いしまくってどれぐらいのゴミの量になるのか検証していきたいなと思います。で、今日なんかリーダーがいないっすよ。今日やるって言ってたのに大遅刻、なのでちょっとリーダーは今日は置いていこうかなって思います。いろいろゴミ拾いまくってトークも交えながら楽しくみんなで時間過ごしていきたいなと思いますので、頑張っていきましょう。お願いします。お願いします。いっぱいあったよ、ポタ。全然開かんじゃん。あ、はい、自己紹介して。はい、内田翔吾です。北海道出身です。北海道のチビリティのリーダーをやっています。お、頑張ってください。はい、ボタン。出ます。メイドじゃない、メイドじゃない、メイドじゃない。これはメイちゃんのじゃない、メイちゃんのじゃない。はい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 、普通にゴミ拾いしてるだけじゃあれなので、話しながら行きたいと思います。普通にお話ししてもあれなので、英語禁止ね。英語が一番多く喋っちゃった人が、一番喋ってない人にデイリーで好きなもの一つ。ああ、いくよ。じゃあ今からスタートだよ。今から英語を喋ってはいけません。よーい、スタート。しょうごくんはこれからどんな類の踊りを頑張っていきたいんですか？いろいろあるじゃん。ありますね。例えばこう膝を伸ばしてこう、ああなるほどね、いろいろあるよね。僕はもっとゆったりとした踊りを頑張りたいなって。田辺くん、はい、世界大会に出た感想をお願いします。いやー、やっぱ今までずっとスタジオで頑張ってスタジオ、世界中の皆さんに届けられたので良かったなと思います。やっぱり日本と世界だと違いました？いや、違いましたね。やっぱ歓声とかがかなりすごかったです。前回僕たちのチームが2連覇してる大会に、チームなんていう大会ですか？盛り上がる踊り大会です。盛り上がる踊り大会。はい、そうなんだ。あの、正式はちゃんとテロップにこう、テロップお願いします。はい、またやった。生活このスタジオに来たのは多分シャープ6年生ぐらい。子供たちが喜ぶレッスンをレッスン見ています。マスク不足だから。マスク？マスク？あ、海外でポタが美味しい好きな食べ物。パンとパンの間にお肉とかが挟まっている食べ物。ああ。私は好きな。カダメ、海外でどんな好きな食べ物ある？じゃがいも長田テープ。ゆう先生、海外に行った時何食べるんですか？ゆう先生は。海外で。俺自炊だよ。で、話してだってさ、一番話してるんだからそれあるでしょ。だからみんなで話してます。なんかテーマ。テーマ言え。正午の気温がね、高くなってきてね。もう4月だ。もう4月だ。春は明け。塩おにぎり。塩おにぎり。すごいジャパンだね。あ、はい。なんで普段言わないのにジャパンなんて。野球の球。
集まってる。めっちゃあるぞ。はい、スタジオに戻ってきました。はい、吉田とかは周辺グワーってやってお世話になってるスタジオ周りを掃除してきたんです、ゴミ拾いしてきたんですけれども、やばいよね、すごいね、めっちゃ重い、合計多分10キロぐらいはある。結果発表、発表5位、コタ。おー、じゃあコタ2回はなきゃいけないんだ。コタ3回。あ、同率5位、ユウさん3回。いや途中抜けたみたいな。3位、カナメ5回。2位、ショウゴ8回。1位、ブンタさん14回です。多いなー。じゃあ僕がコタ6に、じゃあこれから整理で好きなものをお菓子でも10点もアイスでも何でも見てあげたいなと思います。じゃあそれはおまけということで後で見てください。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。行ってきます。いってきます。飲み物？はい、何に飲み物って、なんだろうな、いつもお世話になってる、あ、違う、おープレミアム、飲んでみたい。じゃあこれを買います。ありがとうございます。はい、じゃあまたお願いします。